山野伊和子君、委員長、ええー、五十一分間質問をさせていただきます。えー、それで、えー、前半は、えー、児童手当、児童扶養手当、そして後半は成人年齢引き下げに伴うアダルトビデオの高校生の実質解禁の問題について質問をさせていただきたいと思います。えー、野田聖子大臣とは私も以前あの発達障害児の支援法とかですね、小当派で。 成立させるとき本当にリーダーシップを発揮していただきまして、まあおそらくこの子供のことに関してはこの内閣委員会皆さん与野党を超えて思いは一緒だと思っております。そういう中で私たち今回子ども総合基本法案というのを作らせていただいております。これも私一年以上この法案に関与をしております。それでストレートに言いますと国民の皆様のご関心は まあ子ども家庭庁あるいは子ども庁まあいいけれどそれで子どもに対する予算増えるんですかと先ほど中谷議員からも話がありましたけれどやっぱりどれだけサービスや給付が向上するのかということに一番関心があると思うんですね逆に言えば子ども家庭庁はできるけれど児童手当も児童扶養手当もそういうまあ現金ですねそういうサービスが向上しないんであれば全く意味ないんじゃないのというのが国民の皆様の 本音ではないいかと思いますそういう中で、この児童手当の高校3年生までの延長、なんとしても与野党協力して成立をさせたいと願っております。こちらに私たちが提出しております、子ども総合基本法案の内容を書いておりますけれど、まあ、一つ一つ今後、議論していきたいんですけれども、特にこの5番目ですね、児童手当、児童扶養手当の拡充というところであります。 これについてはちょっとさかのりますけれど配布資料の3ページを見ていただきましたら、今、児童手当というのは中学3年生までなんですね。ところが、いつからこれ、中学3年生になったかといいますと、2010年、長妻厚労大臣、私、政務官のときに担当しておりまして、児童手当法改正法案ということで、中学3年生まで伸ばさせていただきました、2010年です。ということは、あれから12年がたってるんです。そろそろろ 与野党を協力して、えー、児童手当、高三まで延長するべき時ではないかと、実際、まあ、政府、与党も力を入れて、年末、あの子ども、子育て支援の給付金10万円配られましたよね、10万円。つまり、でもあれはワンショットであって、私たちの理解は、ワンショットじゃなくて、やっぱり高校3年生まで、あの給付金 今もちろん高校三年生までだったわけですけれど、あるいはやっぱり高級的にやるということを私は子供家庭庁、子ども庁に対して国民は期待しているのではないかと思います。えつ、ー、きましては野田大臣にお伺いします。えー、児童手当を高三まで、えー、月1万円増すべきではないでしょうか。いかがですか。はい、野田大臣。野々と児童のまあ手当等に取り組んでいただいた山ノ井先生の。おお あのお話は常にあの大切だなと受け止めて、えー、取り組んでいきたいと思いますが、児童手当については、中学生までの児童を対象として、まあ、今お話がありましたように、支給をしているところです。で従来から多子世帯や子どもの年齢に応じた拡充、重点化が必要だという指摘があ,あります。昨年5月に成立した改正法則においては、児童手当に関して、 児童の活動に応じた効果的な支給、そしてその財源の在り方、支給要件の在り方、これらについて、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況等を踏まえて、少子化の進展への対処に寄与する観点から、検討を加えることとされております委員長、山内君あの今、野田大臣が読み上げられましたのは、私の配布資料の1ページ、昨年児童手当法の改正のときの検討規定、えー、つまり、 児童の数等に応じた児童手当の効果、まあそれトに言うと、これ、確かさんのことじゃないかと思うんですね。あのまあ私たちは、確かさんを自民党さんはおっしゃってるわけですけれど、まずは高校3年生まで延長すると、やっぱりこれをぜひ与野党協力してやりたいと思うんです。やっぱり子どもを あるいは子ども家庭庁ができるのに、一番子育て支援で、保護者の方、あるいはお子さん本人からも要望が強いこの児童手当は延長しないというのは、私はおかしいと思いますし、繰り返し言いますけれど、政府・与党も年末の子育て支援の給付金は、高三まで配ったわけですから、必要性は認めてられるわけですから、そこで野田大臣に改めてお聞きしたいんですけれど。 残念ながら、今の不足の検討規定には、児童の数等に応じた児童手当で、この等ね、児童の数等のところに、高三までの延長が入っているかどうかなんですけれど、野田大臣、これね、中谷議員もおっしゃってましたけれど、子育て関連予算、子ども家予算、倍増するって言ってるわけでしょ、倍増するって言ってる中で、一番要望が強い高三までの延長は、 検討すらしませんというのではね、これはもうね、国民の理解は得られないと思うんです、ついてはあのお答えづらいと思いますけど、この党ね、児童の数党の中には、高3までの児童手当の延長も含まれているということをご答弁ください野田大臣あの。その件についてはちょっとご通告もなかったんで、今、にわかにお答えすることはできないんですけれども、まあ、申し上げられることは、昨年の改正法の検討規定。 あのこれに沿って、子ども政策全体の中で検討を行っていくものと考えています。まあ、児童手当というのは、そもそもまあ少子化、まあ、あの諸外国で戦後、子どもが減って、それをどうにかしなきゃいけないというところから、日本は遅れましたけれども、そういうまああの最初の趣旨があるということを踏まえて、検討をしていくというふうに考えています委員長、山君まあ今日初日ですけれども、ぜひこれ、与野党、この思いは変わらないと思いますので、この子ども家庭庁の法案審議の中で、 降までの延長も検討するといいう方向にぜひ与野党を協力していけたらと思いますあのますた引き続きこの問題は、私たちも参議院選挙でもこれは訴えていきたいですし、万が一それまでに方向性が出なかったらね、でも私は繰り返しいますけれどこういう子どもの問題は、与野党を対立する問題じゃないと思います。それ,それにも関連して、もう一つ私たちの子ども総合基本法案には、これですね。 児童扶養手当1万円増額、それと二人親家庭の世帯にも対象を拡大して月1万円ということを入れ込んでおります。これは今日の配布資料の中で、先週、私たち物価高、コロナ対策の緊急対策として、2ページの右下、低所得の子育て家庭、二人親家庭を含めて、1人5万円給付ということを経済対策として私たち要望しました、先週2ページの下ですね。 まあそれで政府・与党も思いは同じで、この5万円の給付金は実現されそうな感じであります。しかし、よくご理解いただきたいのは、つまりこれ、今までからですね4ページも見ていただけますか、実はこの低所得課税の子育て給付金というのは4回目なんですね、コロナで。一昨年の8月、12月、去年の4月、そして今回と。つまり これは単発じゃもうだめだと思うんです。これ,これも高恒久的に児童扶養手当の額引き上げと、2人親家庭も対象にする、これはそれこそ繰り返し申し上げますが、子ども家庭庁を審議する、子ども家庭庁を目指すんであれば、子どもの貧困対策の目玉として、これはぜひ検討していただきたいと思います。答弁いかかがですか厚労省、岸本児童虐待防止等総合対策室長。 お答えいたします児童扶養手当は、離婚による人いらな世帯と父、または母と性計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与することを目的として支給しております。児童扶養手当につきましては、これまで多子化算額の倍増、全部支給の所属制限限度額の引き上げ、支払い回数の年3回から年6回の見直し、 一人親の障害年金受給者についての平給調整の方法の見直しなど、えー、類似の改善等を実施してまいったところでございます。えー、すみません、えー。さらなる拡充につきましては、えー、現行制度の趣旨目的を十分に踏まえる必要があるとと,ともに、えー、安定財源の確保と合わせてその必要性も含め慎重な検討が必要と考えているところでございます。山野君、まあ慎重な検討、私ね子供家庭庁の議論せずにね。 岸田総理が子育て支援予算、子ども予算倍増って言ってないんだったら、慎重でいいです、でもこれ、岸田政権にとっても目玉政策だと思います、ぜひ野田大臣、このことは引き続き、繰り返し申し上げますが、国民からすると、子ども家庭庁、子ども庁ということより、生活が苦しい、なんとかしてくれと、これ、私も子ども貧困対策法、9年前に超党派で作りましたけれど、思ってるんですよ。 子ども家庭庁、子ども庁を作るけれど、子ども貧困対策の予算、児童手当、増えませんと言ったらね、これ、国民怒りますよ、そこはぜひとも野田大臣、お願いをしたいと思います。それではもう一つ、えー、アダルトビデオの高校生の解禁問題、質問をさせていただきたいと思います。まあ、メインは後後半に午後に午やらせていただきますがこの問題も 野田大臣とはもうこれ、1か月以上前から議論をさせていただいておりまして、野田大臣からも前向きなあの取り組みをいただいて、ご支援いただいておることを感謝したいと思います。これも今から1か月前ですね、3月23日、このアダルトビデオの出演被害の相談に乗っ取られます、パップスさんの方、NPO 法人パップスの方々を中心に、4月1日の高校生アダルトビデオ出演解禁を止めてくださいと。つまり まあ詳しくはきあの配布資料をたくさんつけましたので、4月1日から未成年取消権というのがなくなって、それまでは18歳、19歳は事実上、アダルトビデオにまあ出れなかったんですね、事実上、スカウトやアダルトメーカーも取り消されるから、結局未成年ということで、ところがこの4月1日から、事実上それがなくなったから解禁されてしまっているわけです。それでこのこのととについててももも昨日確認しまししまたら子ども家庭庁としても18歳19歳歳 ひらがな子どもだから、子ども家庭庁としても、このアダルトビデオの18歳、19歳高校生、出演被害防止は担当の担当であるということで、質問をさせていただいております。私は、この問題も子ども家庭庁の審議の資金積だ,だと思っております。この右に書いてありますように、18歳の初日からアダルトビデオに出演できるということは、 16歳、児童からリクルート、動画配信、アイドル活動をさせ、18歳の誕生日すぐに AV 撮影となると、幼なさや高校生を売りにしたアダルトビデオが主流になることにより、さらなる被害の低年齢化を懸念と、野田大臣、もうこの1か月間、何回かですね、野田大臣に私も直接要望させてもらいましたけどね、例えば、岸田政権が子ども家庭庁を作って、子どもを応援する、虐待、暴力、犯罪から守ると言いながら、一方では、 この4月1日から、現役高校生のビデオや性暴力被害が増えてるといったらですね、現行不一ということになりかねません。残念ながら、今日の配布資料を見てください。4月1日からどういうことになっているのか、これは厚生労働委員会でも配布をさせていただきました。6ページです。4月1日以降、6ページ、アダルトビデオ販売サイト、あの黒塗りにしながら、4月1日法改正、18歳、えー、j o 0 0 3年、えー 公開しますということで、取り消し権がなくなったということで、残念ながら、現役女子高生のビデオと言われるものがどーんと売られているわけです。これはあの私が直接見たのではなく、この MPO 法人、パップスさんが結構されているわけですね。それで、次のページ、7ページ見てください。それで4月になり、法律が改正し、7ページ上です。18歳であれば、J03 年でも、 成人とななされれアダルトビデオにに出れるようになりました新しい法人には年齢的に問題ないでしょう、4月をもって限定的に公開しますと、パップスさんがこれをチェックしたら、このビデオサイトももう400人が買われてるんじゃないかと、4月入ってからと、まあ、1本2万5千ぐらいと言われておりますので、これ1000万円以上の売り上げだと、これ、野田大臣、これですね。 子ども家庭庁で政府を挙げて、与野党協力して、子どもを守っていこうという一方で、こういう現役高校生、こういう低年齢化したアダルトビデオが増えつつあると、これは子ども家庭庁の趣旨、理念に逆行していると思われませんか、いかかがですか野田大臣。 あの子どもとは基本的には18歳までの社を伝統に置いているところですが、一定の年齢階層で区切られるものではなくて、必要な支援が途切れることないを取り組んでいくこととしています。で今のいいわゆるアダルトビデオ教養問題については 従来から問題意識を追って、関係省庁が連携しているして、教育や啓発の強化等によって対応しているところです。あの、あの今回もですね、私はあのだあの男女の方の大臣もやっているのでそ、そこから関係省庁に声掛けをして、あの、幹部会をやらせていただいたんですけれども、子ども家庭庁は今ご審議をいただいているんですけど、子ども家庭庁においても、 18歳、19歳含め、若年層の性暴力被害の防止に向けて、子どもの権利を擁護する観点から、あの必要な連携はしっかり行ってまいります委員長、君まあこれ、どう考えても、今おっしゃったように、子ども家庭庁の理念と真逆の現実がです、ね、今、起こりつつあるという認識は共有していただけたんじゃないかと思いままますすすす続きは時時かからら行いいいありがととうございます午後1時から委員会を再開することし今は休憩いたします。